小寺健吉小寺健吉は、政治家、学校経営者、衆議院議員、第11代神戸市長、博士。1877年旧三田藩市、小寺大二郎の長男として、神戸市育託所在の生児邸に生まれる。1894年兵庫県立神戸商業、学校卒業。1896年、杉浦重武の商工塾に学んだ後、 1897年、米国に留学し、コロンビア大学で法律を、ジョンズ・ホップキンス大学で政治学を学び、さらに、ヨーロッパのハイデルベルク大学、ウィーン大学、ジュネーブ大学で政治、法律学を収めた。1908年、衆議院選挙に31歳の最年少記録で当選し、1930年まで6期衆議院議員を務めた。 その間、1912年に三田中学を開校した。関東大震災で東京周辺の大学図書館が消失したことを憂慮し、東京帝国大学、早稲田大学、慶応義塾大学、法政大学、中央大学等に蔵書の寄贈をし、中でも早稲田大学図書館には36,570冊もの要書が送られ、小寺文庫と名付けられている。 1947年、終戦後初の公選による神戸市長選挙を原口忠次郎らと争い、第11代神戸市長に選出される。新中軍とは得意の英語で渡り合った。財源対策のため、宝くじの発行、市営競馬及び市営競輪等の実施を決めた。日本貿易産業博覧会を1950年に開催することを決定した。 1948年の神戸朝鮮人、学校事件では、岸田幸雄兵庫県知事らと共に、知事室に監禁された。1949年9月27日、神戸港の管理主体について、県市共同ではなく、市単独の管理とすべく国と協議するため上京中に、人気半ばにして救世した。ありがとうございます。